さあ行きましょう。さあ行きましょう。どっち？左。左。じゃあ挨拶しようか。ん？挨拶。挨拶？うん。何の？皆さんこんにちは。ケンマミです。ケンマミです。今日は視聴者さんのリクエストにより、はい。味方5個。うん。味方5個の全州サイクリングロードをご案内したいと思います。イエーイ。イエーイ。今出発地点は分かりやすくするように三方五湖道の駅からスタートしてます。はい、それではライドをお楽しみください。久しぶりに乗ったわ。あ、若さじ以来かもしれない。若さじ以来っすか。乗らなさすぎやな。ん？いや、若さじ以来だったらもう1ヶ月ぐらい経つよ。経つよ。左回ります。はい、減速。はい、ここ左曲がります。ここ左。はい、実はですね、ここは下見にも来てまして、それを合わせると3回目になります。実は下見した翌日にライド撮影しに来たんですけど、うまく撮れてなくてボツにしました。なので今日は3回目の味方五湖全周になります。もう道はバッチリ覚えてます。え、ここがもうコースに入ってるの？下注意。はい、右右じゃなかった、左やった、間違えた。こっちやった。危ない、こっからやり直すわ。ちょっとやってしまった。行くよ行くよ、うん、はい、左。はい、
左、お段差、右、左、三方五湖コース、右、左、梅の木が続く道です。梅の木、梅が落ちてるので注意してください。はい、了解。はい、風が気持ちいいね。うん、五湖を横目で見ながらライド。基本的にあんまり車とはすれ違いませんが、うん、まあ梅農家の方の車とかはここ通ってます。なるほど、ね、下注意、下、はいはい、ちょっとアドベンチャーっぽいよね。そうね、だけど下の木とか石とか、うん、あとカニも出現するんで、カニ、注意してください。はい、注意するのは今言ったように木の枝、うん、石、水たまり、うん、そして梅梅って、本注意です。はい、まあ、基本的に20キロしかないので、うん、初心者向けのコースだと思います、うん、しかも気持ちいいし、そんなにしんどくないから、うん、ロードバイクだったら余裕です、うん、いいかもね。だけどおすすめはやっぱり太いタイヤで走った方がいいんじゃないかなって僕は思いました。うん、まあ、こういう風に木の枝落ちてるとこも結構あるので、うんうん、クロスバイクとか、うん、まあクロスバイクが一番おすすめかな。マウンテンバイクじゃなくてもいいけど、うん、ロードでも全然今走ってるんですけど、うん、スピードは出せません。あ、そうね、狭いので出せません。本当にゆるりと走る感じのコースですよね、はい。
本当景色いいよね。そうね。おお。なんか富士山ロングライドを思い出すような感じもする。あとは雨の日の翌日とかは来ない方がいいです。どうしても水たまりとかができていて、うん、あの乾きにくいんで、うんうん、あの水愛車が汚れてしまうんで、うん、なるべく雨の日の翌日はここのコースは走らない方がいいです、うん、まあ、今横側に三方五湖広がってるんですけど、うん、めちゃくちゃ綺麗ですよ。めちゃくちゃ綺麗、本当癒される。運が良ければお猿さんとも会えます。お猿。運が悪ければ熊と会います。どう1ヶ月ぶりのサイクリングは、うん、うん、リフレッシュ。ここは楽ちんよ。ここはね、ほんと景色見ながらゆっくりと走る感じがいいかも。はい、道路出ます。道路ね。道路、はい、基本ですね、うん、まあもう福井県全体に言えるんですけど、うんうん、車とかお休みの日に来ても車少ないですし、うん、走りやすいです。道も広めですし、それね、それだけは言えるよね。それだけはいいです、うん、あと都会の方はなんか車で来る方とかいたら、うん、駐車場ですね、うんうんうん、基本コインパーキングはありません、うん、基本無料です。公園とか、うん、道の駅とか公園とかに置かしてもらってたくさんあるので、うんうんうん、あの要は無料駐車場の場所が、うん、そこからスタートするといいです、うん、そこもいいとこの一つ。確かに、ね、福井県は車がないとなかなかここまで、うん、来れないからね、うん、で最寄りのインターは三方五湖、うん、三方五湖、インターチェンジかな、スマートインターだったかな、うん、最近できたとこなんですけど、最初通ったところね、うん、最近できたとこ、そこから降りるともう5分以内に道の駅三方五湖行きます、うん、あと輪行してくるっていう人がいたら、うん、ちょっとまた調べてほしいんですけど、うん、なかなか輪行はもしかしたらきついかな、うん、きついかな、きついと思います。敦賀駅からここまで自転車で来るのが楽しいかもしれないです、うん、最初道わかんないと思うんですけど、どうせならまあ敦賀駅が一番近くではでかいので、うんうん、敦賀駅から輪行して、じゃあ敦賀駅まで輪行して、敦賀駅から三方五湖までは1時間あれば普通に着きます、うん、
でそこから1時間ここ走って楽しむと、うん、そういうプランもいいと思います、うんうん、途中にカフェとかも結構あるしね。まあね、そこで休みながら、はい、楽しむのもいいかもしれない。まあ今三方五湖一周する間に飲食店なども口で説明になっちゃうんだけど、うん、していこうと思ってます。はい、段差。はい、ここ分かりづらいんだけど、うん、右斜め前、右斜め前、右斜め前で、ここが一番きつい勾配だから、うん、インナーに入れてください、はい、ここ一番きつい勾配です、はい、今の勾配ガーミン計測だと、うん、マックス 14% かな、一瞬ですけど、うん、ここが一番分かりにくいかつ勾配がきついとこかな、まあ、あと他は平坦基調なん で、うん、でここは左です。下に道路に地図もあるので全周コースは左です。水月湖アウター戻していいよ。あとうんちいっぱい落ちてるんで注意です。うんち、はい、ここちょっと急スピード落として、ちょっとスピード落として、はい、体後ろ、水注意、はいはい、まっすぐ、はい、
車。今の車すれ違うのは結構レアだけどね。
水、はい、勝負あるな。ここ休憩所みたいな感じになってる、うん、展望台的な、注意、はい、梅注意、はい、注意注意、梅、石、
まります。はい。はい、行きます。工事してる。右手が、うん、レインボーライン入り口。ああ、ここね。ここです。なるほど。車でしか走れません。普段はね。うん、ここイカ丼が美味しい。ここイカ丼美味しい。ちょっと高いけどね。ちょっと高いけど美味しい。サイクルラックもあるんで、イカ丼、まあここ来たらイカ丼食べてもいいんじゃないですかね。
グーされた？うん。バイクの人に激励っていうの？ん？激励されたっていうの？そうなん？何？なんだろうね。そういうことなの。はい、そこ梅の里会館。うん。ここ梅ジュース飲めたり梅ソフト飲めたり。あ、梅ソフトをね。いろんな梅干しの試食ができるので、うん、おすすめです。サイクルラックもあるし、トイレもあるので休憩にももってこいの場所です。梅が好きな人は寄ってみてください。はい。さあ、ここまで来ると残り3キロ3キロ、うん、残り3キロ地点です。はい。あと1キロ。ん？あと1キロ。あと 1。ここもトイレ休憩無料駐車場。1キロ。ああ、実際は20キロコースのはずだけど21キロぐらいありそう。うん。
ゴール。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。どうやった？すごいリフレッシュできた。なんか梅の香りがすごい漂ってて、うんうん、心地よかった。だそうです。走りながら、うん、この時期がだからかもしれんけど、ぜひ福井に遊びに来てください。バイバイ。バイバイ。